12月、もう今年もあとわずか。1年生初めての運営イベント、ラジオ CM コンテスト、スタイリング講座もスタート。ガンダム朗読会が復活。そして私とセツナのクリスマスデート、カレン、セツナ、サクラに、マモルのマジカルダイアリーオメガ。そうね、せいぜい楽しみなさい。今日があなたの最後よ、カレン。1年生声優学科、総合学科、総合声優コースの恒例イベント、ラジオ CM コンテスト。自分たちで運営するイベントは私たちこれが初めて。第14回アニカレラジオ CM コンテスト2023スタート。放送実習、決まったテーマがあって、自分で脚本を書いて配役して、録音した音声データを流して投票するの。司会も初めてだからドキドキだったね。でも楽しかったな。次のイベントも頑張ろうっと。皆さん、後輩に立ち上がってきました。どんどん盛り上がってくださいね。何でもいいですよ。これだと思うものに一票入れていただければ、はい、でいいんですよ。はい、それでは改めてグランプリに輝いた CM をお聞きいただきましょう。滑舌力ないんだよな。だったらアニカレに来なよ。いい、ホトネアニカレ入って滑舌力なんのかよ。悪いようにはしないからさ。じゃあ入るわ。アニカレ入学、次の日。めちゃくちゃ滑舌力だったわ。これで声優目指せる。これが大阪アニメーション会議専門学科。数多くの有名人のヘアメイクを担当しているトップヘアメイクアップアーティスト、中島優子先生によるスタイリング講座。まずはメラビアンの法則。目で見たイメージと、で声とかその口調とかね、耳で聞く印象と、で喋った内容、これがみんなオーディションとかでさ、あの必ず自己 PR とかあるよね。でその時に 55% 半分以上がもう見た目でもう印象が決まってしまうよっていうのが、この法則でちゃんとあの数値が出てて、大切だな、しっかりチェックしよう。今回は講義よりも学生たちのチェックと相談に時間を取ってくださいました。服はどれ、髪型は、メイクは、いろんなアドバイスをクラス別に3日間、とっても参考になりました。本当にいいですか。あ、ちょっとチャラいな。断然これがいい。襟もすごいちゃんと選べてる。めっちゃいい。ありがとう。多分このパンツ使うならちょっとカジュアルに持っていきたいと思うから、このベストではないな。だからなんかこの色のベストとかの方がいいかもしれない。この色間に合ってる。これをこうする。お、いいんじゃない。いい。アニメーションの卒業制作もこれからが本番で、監督の寺谷さんに作品に関する思い聞いてきました。内容なんですが、絵描きの主人公は、じゃ絵描きである主人公がスランプ で、それなんで、その気晴らしに温泉宿に訪れるんですけど、まあ、そこでちょっと不思議な体験をして、でそれを通して、まあ、心の成長というか、いろいろそういうものを得るっていう話です。絵を描くことはもちろん、そのいろいろ作業に工程があるので、そこをこう繋いだりとかまとめたりとか、そういう作業がすごい難しくて、いろいろ本当に協力しながらやってます。まずキャラクターデザインと動きと、あとは背景にも力を入れてるのと、撮影でもちょっとこだわって一工夫加えたりしてるので、そこも見てほしいです。前回完結したガンダム朗読会、なんと逆襲のシャア編スタート。一体どうなるのかしら。ママ出たの。秘密。土がパイのところに生きることの何とも言えない不気味さは、何年ここに住んでも拭いされないものがあるのかよ。スミラさんは結構センチメンタルなんですね。さてセイラよ、ソチはセッション、ソチの兄シャーズナブルの祭りごとをどのように見ておる。いかなる点についてでございましょうか。そしてこの日本とて願いの時期を迎えているのではないのかと。なるほど。してモビルスーツの提供については間違いないのか。何しているんですか。こいつ動くぞ。バカなことはやめましょう。カレンちゃんの左肩。今日はセツナ君とお出かけ。冷たい風、寒い。セツナ君にキュッとひっついて歩く。いつもなら恥ずかしがって離れちゃうセツナ君が、今日は寄り添ったまま。嬉しいな。ずっと風が冷たくって寒いままだったらいいのにな。ヒューヒュー。ねえねえ、さっきの映画面白かったね。ラストのシーンのあの顔。でも何度かほろっとさせられたな。結構グッとくるとこあったよね。そうそう、特にあの子が抱き起こされて見つめ合うとこなんて楽しいな。ずっと彼とこうしていたいな。でも苦しい、心が締め付けられるように痛いなんて。彼は目の前にいるはずなのに、なんでこんなに遠いんだろう。どうしたの、せつな。うん、なんでもないよ。せつな、カレン、危ない。せつな、そんな。大丈夫、平気だから。一滴の血も流れて
ない。あなたは。彼。任せて。ここでは他の人に迷惑が。余計なことを。好きだらけだったから。一撃であんたをやれたものを。よくも刹那を。今はなき文明の力よ。ガレンは誰よりも強く。早く。エボリューション。どういうこと。なんでこんな一気に。何か。ただが発生したみたいに。よくも。よくも刹那を。そんな。人を思うことによって強くなるなんて。この子はまるで人間みたいに。ただし頭に血が昇ったのが運の尽きだね。動きに無駄が多くなったよ。殺害よゼロ。これ嫌だ。刹那刹那無駄なこと。お前ごときが私の攻撃を防げるとでも。かかったねゼロ。抜けない。てかお前まさか。もう逃がさない。いや、お前の思うようにはさせない。刹那刹那。彼危ないから離れて。刹那。自爆モード。桜ママにもしもの時のために頼んでおいたんだ。なの刹那どうして。